はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、本日は IWCI 第4の模様をお送りしております。さあ、1戦目は HR vs ITZ とかで ITZ の勝利となりましたけれどもね。まあ、試合が始まる前は、まあ、構成的に似通った構成と申し上げたんですが、まあ、試合が始まってみれば、まあ、カウンターといえた構成でしたね。まあ、レイトゲームまで行った場合に、HR としてはなすすべがなかったですね。ですから序盤から中盤のところにかけて主導権を握って圧力をかけなければなりませんでしたが、 ITZ はそこをしっかりと理解していたんでしょうね。本当に丁寧に試合を運んで圧力をかけながら相手に主導権を渡さずにレイトゲームまで持ち込んだと、素晴らしい試合展開でしたね。いや、コグマウ、僕プレイしたくなりました。コグマウ今熱いと思います。気持ちよさそうですもんね。気持ちいいと思いますよ。あれは気持ちいいと思います。エコー早くちょっと使いたいですね。ウルトが当たった瞬間にエコーのダメージもさらに、当たった対象にもさらに加わりますからね。凄まじいダメージが出てましたからね。さあ、そして2試合目、一体どんな形になるのかというところですけれどもね。そうですね、まあ、ここ一つ ITZ としては初戦取ったことでかなり楽になったと思います。まあ、もちろん精神面のところですね。一方の HR は非常に厳しい、形でしたね。ゲームのところでいいプレーはいくつかはあったものの、全く主導権を握れずに試合を進められてしまいましたからね。このところどう修正してくるのかというのが一つ注目どころだと思います。ワンピックのところで修正するのか、もしくは動き方を変えてくるのか、または同じ構成をして修正してくるのか。さあ、どういった動きになってくるのかですけども、やはりこう HR のミッドレーナーのブラッド、そしてオリアンナですか。それが鍵になると思いますね。その2体のチャンピオンを使ったとき、非常に凄まじいポテンシャルを発揮しますからね。さあ、バーンドピック始まりそうなので見ていきましょう。さあ、ブルーサイド今度入れ替わって、ブルーサイドが、ITZ、 そしてパープルサイド HR ですけど、やはりブラッドはバンですか。レーニングのところでまずフェイルしないこと、そして集団戦のところでキャリー陣に必ずウルトを当ててダメージを出し続けること、そういったところを見ると、まあ、バンをするのは納得なのかなという感じがしますね。じゃあ、そして D シンはやはりターゲットバンして、レクサイを今回はバンですか。そしてジャンナバン。さあ、今回はバン枠はありますかね。あると思うんですが、ちょっとペナルティの情報が来てないので、ここバン進むかどうかちょっと確認できないですね。どうなんですかね。今のところまだバンはしてないですが、しましたね、グラガス。グラガス、あ、ジャングルを2つとも ITZ がバンですか。ここセジュアニをどうするかというのが一つ気になりますね。 HR ヘカリムですか。それでもヘカリム。さあ、ファーストピック ITZ、 ジャングルを2体ブルーサイドでバーンしてのファーストピック、一つ気になりますが。そうですね、まあ、セジュアニを取るのか渡すのか、渡した形になりますか。もやらせたいんですかね、相手にセジュアニを。ああ、やらせたいで、セジュアニ相手に例えばヌヌやエリスのような序盤から強い相手のジャングルに入っていけるジャングラーを取って主導権を取りたいということかもしれないですね。ですから HR としてはセジュアニを取ったらちょっと怖いかもしれないですね。ここで他のチャンピオンを取って相手のジャングラーを確定させるといったところも必要になるかもしれませんが、バンピックのところの読み合いがここから始まっていますね。さあ、魔王界をまずは見せるか、いや、ルル魔王界ですか。ルルロック魔王界ロックですね。ここでやはりセジュアニは取りませんでしたね。魔王界はトップもしくはサポート、ルルはトップミッドサポートといったところで、まあ、フレックスピック、柔軟性の高いピックになってますね。魔王界がジャングルというのもありますね。ありますからね、忘れていました。もともとシーズン2までは、シーズン2の頃は魔王界ジャングルといったものは一つ、TSM のオッドワン選手、今もう TSM を辞めてしまいましたが、あの方がかなりピックしていましたね。あ、やはりエリス、やっぱ序盤にこう強いジャングルを取りたいという。おー、ウディールというのもありましたか。なるほど、芝とウディールの相性は非常にいいですからね。かなり序盤から中盤にかけてパワースパイクを寄せてる印象が ITZ ありますね、ここまでのピックを見るところ、はい。さあ、ルブランはロックしましたね。おっと、あれ、あ、セジュアニ、セジュアニをここで取りますか。こ
こでそうですね、まあ、ミッドレーナーがルブランクといったところでセジュアニを取ったとしてもカウンタージャングルへの対応がミッドレーンから可能になるといったところでセジュアニを取れたのかなと、はい、いう感じがしますね。まあ、レーナーが強いと、はい、レーナーが強ければ相手を押し込んで相手よりも相手のミッドレーナーよりも先に、味方のジャングルのところまで、たどり着くことが可能になりますからね。おっとグレイブスのグレイブスロー今大会初めてですかね。グレイブスは芝生相手にただあ何度かありましたか。でもそう多くはないですね、はい、何度かはありました。これが2度 3度目。あザックそしてザックさあザック来ましたね。ちょこちょこ出てくるんですよね。はい、ちょこちょこ出てきますがちょっとレートゲームのスケールといったところでセジュアニに劣っている部分があるんですね。それは、まあ、ディフェンシブなところではなくダメージの部分ですね、ザックは割合ダメージはあるんですが自身のヘルスでダメージが上昇スキルがないといったところで終盤以降のレートゲーム以降のダメージといったところが他のジャングラーと比べると心もとないといったところが、はい、ピックされない理由になっていると思います。さあそしてノーチラスを見せて残りタンクトップレーンです。あはあシバーナいや硬いですね。硬いフロントラインが3体そしてそれを押し上げるシビルのウルと自由自在に動き回るルブランクといった形になってますね、はい、さあ6もほぼ確定ですね。さあチーム構成が出揃いましたね。あとは HR サイドがミッドかサポートかというところですか。おそうですね。おっとどうしますか。あルルはミッドも行けます、サポートも行けます。まあ、オカイがサポートというのはまあこの状況では考えにくいですからミッドかサポートのピックになると思いますね。アルザハールは一応ルブランクのようなチャンピオンに対するカウンターとは言われていますが構成的にはあザックとヤスのコンビネーションですか。まあ、AP ダメージかなりありますからね。はい、マオカイ、ルル、ザックといったチャンピオンが AP ダメージありますからね。ミッドに AD を置いても問題はないような気もしますが。ディアナ来ますか。行きますか。FM が大将苦しみましたね。これ一つ確かにマオカイとダイアナというのは相性が非常にいいですからね。敵のバックラインに飛び込んだ時にマオカイのウルトの範囲内にダイアナが入り込むことでダイアナの一つ硬さといったものが押し上げられます。かなりシナジーになる構成になりそうですが。おーロックしましたね。さあこれでルルサポート確定、ダイアナミッドとなりますが HR これは日本戦でも見せたテレポート2枚ですね。ですね。ここを一つ ITZ としては警戒しなければならないですし、先ほどとはちょっと HR の構成が違うんですよね。先ほどは味方のキャリー2人を守るような構成でした。今回はそのキャリー、1人、ダイアナが飛び込んでいく、まあ、チーム全体的に飛び込んでいくような構成になってますからね。ITZ としてはそこの対応への同じような対応をしてしまうと厳しいような感じもしますが、まあ、ブラジル代表にそういうことを言ってもまあ無駄なのかなと彼らであれば無駄なのかなってどういうことですか。無駄というかもうなんて言ったらいいんでしょう、そうどういうことですかそれは。まあ、彼らであればまあ当然のように対応するだろうと言うまでもなく、ね、はい、はいはい適切な言葉が思い浮かびませんでした申し訳ない。はいはい、いや分かりますよ分かりますよまあレベルが高いというかいろいろ引き出しが多いですからね ITZ 今まで見る形だと。そうですね、ブラジルの決勝戦ではレートゲームを見据えた構成ピックでした。そしてまあIWCI の初戦2戦目1日目はそういう構成だったんですが2日目から一転して序盤に圧力をかけるようなかなりパースパイクの速い構成を見せてきたりと、そして先ほどの試合のようなポークの CG 構成を実践したりとかなり引き出しの多いチームですね、はい、さあゲーム始まりましたね。 IWCI Day 4、セミファイナルですか、ITZVSHR の第2戦目見ていきましょう。今度はブルーサイドが ITZ、パープルサイドが HR となっております。これは
互いにこのここまで HR としてはトップにスワップすることが非常に多かったんですが、この試合はどうしますかね。マッチアップ的には芝はグレイブスのカウンターですからね、2対2をするのはなかなか難しいと思います。そしITZ のサポートの方がイグナトではなくイグゾーストであることを考えると、 ITZ としてもスワップを狙いたいのかなという感じもしますね。はいはいはい、まあ、ここカウンターが取れてますから AD キャリーのところで、2対2は当たるのであれば積極的にキルを狙うといった考え方も可能だと思います。しかしイグナイトではなくイグゾーストであることから、こうレイトゲーム中盤以降の集団戦を一つ見据えているような感じがしますね。多分ダイアナ対策といったところでイグゾースを持っているのかなと。さあスワップですね。 ITZ それに対して HR も合わせるようにゴーレムを取りに行っています。確認しましたね、ゴーレムやってるかどうか。確認ですか。これフリーズレンジャー作りますね。作りますね。さあボットレーン、HR 側はグレイブスがフリーズレーンを作るために、そして魔王界はレベル1でレーンに出ましたか。出ましたか。これどうでしょう、レベル2になってからトップレーンに行かないとフォーマンダイブといったものが非常に怖いですからね。大丈夫なんですかね。というより ITZ はそこを狙えるとは思うんですが、狙いそうにないですか。さあブルーバフに行くのかトップに行くのかです。ブルーバフですね。ただ、はい、魔界がたとえレベル2レベル3になったとしても ITZ のトップでダイブするチャンピオン、シバ、ノーチアス、シバナ、そしてセキュアインといったかなり硬いチャンピオンが3チャンピオン揃っていることを考えると、フラッシュ落ちましたね。落ちましたか。これはかなり厳しいような気がしますが、ITZ ちょっと分担してツースマイトという利点を生かして同じジャングル、中立モンスターを狩らずに分かれながら勝ってる、経験値のシェアをせずにといった動きを見せてますね。ちょっと面白いですね。面白いですね。ここも分かれてますよね。最初からマチェット買っといてもよかったんじゃないですかね。そんな感じもしますがただダイブを考えるのであれば、まあヘルスクリスタルは合ってるのかなという感じもしますが、かなり、HR のミッドレーナーの方レーニング辛そうにしてますね。かなりマナを使って、いますからね。ここフラスク出なかったことが一つネックになるかもしれないですね。さあフラッシュがないとブレインへの圧力をかけてダイブしますか。プッシュしてますからね。ダイブしてますしますね。セジュアニがレベル3、魔界レベル3すでにありますよ。使わせました。スタートから誰にダブルを打つ。いやーきっちりタワーを受けているシバーナ、そしてファーストプロートがセジュアニー。いいですね、今のタワーの受け方の交換、本当にレベルの高い動きを見せてくれますね。ああいったダイブのところ非常に、ダメージを受け持つタンクの切り替えといったところは難しいんですが、冷静にプレーしてますね。これでセジュアニーにキルが入ったことによって序盤のジャングルがかなり楽になりました。そしてもう一周ジャングルをした後マップのコントロールといったところも楽になるでしょうね。わお、E に反応して避けますね。避けますね。このミッドレーン面白いですか。面白いですね。お互いのスキルのぶつかり合い。はい、ただHR のミッドレーナーは圧倒的に CS 落としてますか。落としてますね。そしてなおかつドランズリング2本目を買ってこれとようやくイーブンといったところを見るとかなり厳しいような感じもしますね。セジョニが狙ってますよ。9前に打った瞬間に行きますかね。 CS を何取ると狙われると、はい、いう感じがしますね。ああいったタイミングにこうジャングラーが寄るのかなり効果的なんですけど、なかなか難しい。難しいと思いますね。レーンの状況を確認した上でのジャングリングですからね。ある程度そのパッとレーナーの状況を見た上で次の展開、1分後2分後のレーンの展開を予測できなければ、ああいった動きできませんからね。あとはチームの実力、相手との実力差といったものを瞬時に把握しておくといった能力も必要だと思います。からの
いやーちょっとマウカイ辛そうですね。一方のシバーナはまあレンジドスキルがいいしかなくて、そのないそれがないとおっとCS 稼ぐのは難しいんですが、スマイトがありますから大砲、CG ミニオン、戦車ミニオンは確実に取れることを考えるとちょっとゴールド差といったところが、おっとここで入ります。チェイン入った、フックスローからスネア、綺麗に決めますね。綺麗に決めますね。先ほどからそうなんですが、ルブランクがチェインを外したところ今まで一度画面に映ってないですね。画面に映るたびにチェインが当たってますね。そしてしっかりと CC に合わせて、CC のコンボを決めている ITZ、 かなり冷静に、プレーできてますね。さあ狙ったことを狙い通りにやってそれを決めるというのは簡単そうに見えていることが多分一番難しいことなんですよね、はい、そうです。あの LOL はミスの多い、ゲームですからね。そしてそのミスをできるだけ少なくして、なおかつ相手のミスをつくことが、まあ、勝利への一つ近道と言えると思います。ですから、まあ、負けないためにはミスを減らす、ただそれが一番難しいんですよねおっしゃる通り。いやこれは強い。ITZ どういった次の展開を模索しているのか、赤鳥も使ってワードないかの確認、これ来ると読んで待ってますか。一つザックのカバーを待っているかもしれないですね。そのために芝が押してますね。これは狙い通りでしょうね、この動き。あっとちょっとザック発見しましたね。さあだいぶ狙った、フック止めた。さあここにセジュアニが来る。さあザッキの E は避けている。そしてもう一度スネアからシバがダメージ出し放題。タワーをかなりもらっていますが、パッシブワーで発動させる。スマイトがありますが、ルルが来てますね、はい、ただルブランクも来てますが、さあこれ生き返ってからスマイト、紫スマイト、範囲スマイトでダウン。ザックのパッシブの弱点は紫スマイト, 笑うしかないですね。さあホーマンが来る。レブラントチェインからセジアニが入って、イグナイトがあるため、これはルルのキルにはなりましたが、芝のキルとルルがこの段階でキルを持つことは、そうですね、 ITZ にとってはあまり怖くないですね。その判断といったものの正確性、ここでしっかりと芝田がミッドのカバーをしている、タワーを削られない動き完璧ですね、ここまでもうこれボットにいるよりも今ミッドに入った方がいい、いい場面な、はい、いい場面ですね。ボットレーンのファーストタワーよりもミッドのファーストタワーの方が、あ、試合全体への影響度というのは大きいんですね。なぜかというと、マップの中心部分にタワーがあることによって、相手のジャングラーがこっちのジャングルに入ってくることが難しくなります。なおかつ相手のミッドレーナーの動きも一つ分かりやすくなりますからね。試合マップ全体の影響度といったものがボットレーンとミッドレーンで差があることをしっかりと理解していて、ミッドレーンにカバー入りましたね。さあボットレーンとテレポート、ここに来るのはダイアナ。さあ2テレポートなんですが、9はフラッシュで避けてウルトで追撃してももう一度は打てません。セジュアニが後ろから入ってきますよ、はい、ウルトはただありませんがルルも来ていますが、セジュアニも寄っていると。さあそれを起こしてからダメージ交換を行っていくのは ITZ。 そこにセジュアニが入ってくる。フックで綺麗に避けてスローからの展開。さあシバーがダメージを出すのみ、フラッシュを避けたのはフラッシュで追撃、デフォルトアタック一発はスローと赤バフが入っているか。レブランクとザックが来ました。届かないと反応してルルを狙いに行く。そしてルブランは後衛を狙いに行く。セジュアニまたもとしても1キル、ルブラン1キル。 ITZ 本当に完璧なカウンター、ノーデッドです。言葉が出ないですね。本当に素晴らしい、ミスのない今のところも。ただ単純に逃げるのではなくて、相手との距離を維持しながら逃げましたよね。そういうことで、カウンターを狙って いましたが、おっとここで、あ、範囲詰まりとのやつですね。いやでもこれ初めて見ましたよ、紫スマイト。僕も初めて見ました。確かに、行ってるシーンを見ればなるほどなという感じはしますね。これも一つザックがピックされない理由になるかもしれないですねなるほど、パッシブ関係ないよと。はい、紫スマイトで死んでしまうよと。強いですね。
さあリコールは間に合ったと。ここでこれだけ有利を取っているルブランクがオニホン、あ、モレロノミコンではなくて赤聖杯にしてるのも一つ面白いですね。かなりマジックダメージといったところに、気を割いているというようなことが伺えますね。まあ、マジックダメージ4枚ありますからね。はい、さらにはこのダイアナというチャンピオンは、まあ、アビサドを積んだ時のダメージがかなり出ますから、そういったところも警戒していると思いますね。W で入った時に、そのいいタイミングでダイアナが E を打つことによって瞬間的に囚われてしまうといったところも一つ警戒していると思いますね。そこからのダメージをある程度カバーすることができますからね、赤聖杯の場合は。いいよ、いい時にいいダメージちょっとくすってきてしまった自分がなんか年だなと思ってしまいました狙っていたわけではありません、ね、分かってます、分かってるがゆえになんかくすっときてしまったんですよねさあスピリットプッシュ開始ですね。こういった動きですね。ただやはり育ち具合の差が出てますね。しっかりとミッドレーナーダメージ返したんですが1割も削れてないですね。さあテレポートがありますけど、これルブランでずっと対応するんですかね。そういうことになると思いますね。しっかりとディスエンゲージができるだろうということを信頼しているのかもしれないですね。芝はウルトがありフラッシュもある、ノーチアスもウルトを使って強引にディスエンゲージができるという判断ですかね。そう、またダイブ魔王界にとにかくダイブ、さウルトまで切っているブルト、いやー魔王界エリア発動してますが、しかな赤スマイトでダメージがえげつないですね。そしてダイナ返してますね、返してますね。やはりアビシャル、いやでもまだ作って取れてないですか。さあ、そしてトップレーンでザクが捕まってますが、ウルトでうまいこと逃げ切ることには成功。その間にミッドのファスターが折れてますね。ここまで育った時にダイアナの方が一つ有利なんですね。そのダイアナ、そのアサシンチャンピオンへのカウンターと言われてますからね。ルブランコもアサシンと言われるチャンピオンですから、そういったところでこの時間大会有利が取れるといったところもあってピックしたのかもしれないですね。ただ先ほどの動きでヒルスが全く削られてなかったですから、何があったのかちょっと確認したくはありますね。あと HR のこのワーディングで結構その気になってたんですけど、今先ほどノーチラスが壊した位置によく HR をピンクワードを置くんですよね、うん、で ITZ はこのその左上っていうんですか、通路、はい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 、ブラック通路っていうか、あそこに置くんですよ。そうですね、最近 KR 韓国や EU のところではあの位置にワードを置くことが一つ主流になってますね。そしてそこを消すためのピンクワードといったところも流行ってはいるんですが、 HR はそういったワード置かないんですね。さあ入りましたね。ウルト、ルルも寄ってますが、ただ島の硬いですよ。さあゲージが、ウルトが溜まるので逃げ切れそうですか。さあルルのウルト殴ればゲージが溜まる、溜まったが、うん、いけないともルル切ってましたね。ただルルがいたからこそといった感じがしましたね。2対1でようやく対処できるという差ができてます。その人数差を YTZ を生かしてトップにローテート、赤バフを奪いながらですか。今もしシバナとディアナの対マンであればちょっとシバナ勝っていたかもしれないといったところを見るとちょっと大きな差ができてますね。こういった人数差を作って相手をピックアップしながらオブジェクトを守り続けると HR としては可能性は生まれてくると思いますが、そしてカタラス行ってから王権行くのかと思ったらヘレス行きましたか。まあ、ライフスティール、スプリットプッシュするところでライフスティールが一つ重要になってくるという考えがあるかもしれないですね。さらにはここから、まあ、先ほどのダイヤのダメージがかなり高かったこともあることを考えると、バンシーもしくはビサージュですかね。ライフスティールを考えること、積んでいることを考えるとビサージュといったものが考えられますが、ワンオンワンでダイヤナに勝たせるために赤バフ取ってますね。取ってますね。完全にそのスプリットプッシャーとして、芝の運用しようということですね。さあブルーバフ取らせない、ウルトからフックスネア、完璧な CCJ、 ウルト全て吐きました。ただあれほどウルトを使ってようやく倒せるぐらいですか。
まあ、全てマジックダメージだったこともあって、はい、アビサルが効果的に機能したこともあると思いますが、もう一つうまくダイアナを生かせれば HR としては分からない気もしますが、しっかりと ITZ を事前に潰すんですよね、行動を起こす前に。ここはまあスムーズに試合を展開できている一つの理由になっていると思いますね。さあこれでだいぶザックを狙いに行くシーンから、さあさあ紫スマイトを持っているセジアニが来るのか、もう一度来るのか、いや普通に殴りに行きました。一番の最後は攻撃、ここにテレポートでやってきますが、エグゾーストルルノールとしましたが関係ないですね。もう一度フック飛ばして捕まえているのはグレイブス、グレイブスフラッシュアウトを選択。さあ前に出ているのはノーマオカイですが、いやー芝が強い、芝が3キル、そしてマオカイも芝アナが倒して4キルゲットしていくのは ITZ、 ノーデッドです。今のところ反転するんですか ITZ、 すさまじいダメージ計算ですね。いやそしてリコールしません、このライフで弾を折ってからですか。いや圧倒的な強さですか、これは。そうですね、ここからですよね。ザックのかけらにテレポートしてキャリー陣が、特にルブランカはヘルス減ってたんですよね、芝野もヘルス減っていた、はい、だからここでグレープスを捕まえるやいないやカウンター、そして芝名が、あ、じゃなくてシビルがついていきましたね。これフラッシュまで、あ、使ってないですね。使ってないんですよ、あの芝名もウルト使ってないんですよ。さあスジアに狙いに行ったスティールはできるのか、いや取ったのはグレイブス、ただローライフなのは HR、 一気に仕掛けていく。ジアナをとにかく狙いたいところ、スネアできっちり止めているのはノーチラス、ウルトまで張りました。さあゲットしていく、そしてこれルブランを倒したように見えましたが、これパッシブの掛け分身でしたね、ダイアナがウルト打ったのは。そしてもうグレイブスはデッドする形になるのでウェーブをクリアしましたね。あ、ただしダウン、今のあたりでルブランクが倒せませんか。ダイアナ一つちょっとフリーになってチャンスかなと思ったんですが、しっかりと潰しましたし、まあ、ルブランクのパーシブいきましたね。マオカイがシビルとルブランクを抑えてる間になんとか可能性はあったように見えたんですが、あ、そうですね、あ、影分身でもいいけど本体でしたね。ただ本体でしたがダブルで逃げたんですか。逃げましたね。ああ、なるほど。そしてここでラバドンドデスキャップが完成しました。イージスもないですからね、シバナのダメージ、セジアリのダメージといったところはダイアナ以外は辛いでしょうね。ダイアナが撃たれてる間にグレイブスとザックが暴れることができればいいんですが、ただそのグレイブスも育っているわけではない、完全に一つ怖い点分離されてますからね。しっかりとセリアにもヘルス、ソラリのシールド、シグアナもヘルス詰めてますから、ちょっと溶かしきることも難しい。素直に答え後を行ってしまうと HR としてはこのまま押し切られてしまう可能性が非常に高いですね。これルブランがこう今デスキャップ完成しましたけど、ここからエコー行ったらまた例のルブランになるってことですよね。そういうことになりますね。ただ ITZ としては何でしょう、そのレイトゲームのところを見据えてエコーに行くのではなくデスキャップに行ってることからも冷静にプレーができているんだなという感じがしますね。さあレッドバフは、いやもう一瞬ですか、ザックが一瞬、そしてレッドバフはどうやらセジャンが取ったようですか、スマイル成功してますかね。さあチェインウルト吐いて魔王界が凍っている、そしてノーチラスのウルトでダイアナは何もできない、ルルはフックにもう一度捕まりましたが、これは自身の中に逃げ切ることにはこのままバロンですかね。先ほどザックアーマーが一つもなかったですからね、シビルのダメージが全て素通りといった形でした。さあバロン開始、シバナは割合ダメージがあります、そしてセジュアにもありますからね。
ザックが英雄になれるかなれないか。2位のジャンプからスマイトはありますが間に合いませんね。2スマイトですからね。さあそして反転水準狙いに行く。ここでザックが裏には入った。さあルブランを狙いに行きましたがルブランは逃げ切っています。そしてシバーナがドラゴンになって前に出てグレイブス何もできない。魔法界到着がやはり遅かったが1キル拾うことには成功したが、このスローとスネアフック、スローとスネアフック、そしてキャリー陣がダメージを出す。エースゲットしていくのは ITZ。 おっとここから倒す。ルブランクがザックに狙われていたんですよね。そこをシビルがカバーに入って溶かしきってからですか。ファーストことで成功しましたね。ドラゴンまで2分あることを考えると一旦帰ってから仕切り、装備を整えてから仕切り直し、青バフ奪ってからですか。ああそういうことになりますかね。さあリコールリコールリコール。バロンバフって意外に皆さん知らないかもしれないですけど、あれなんですよね、リコールのモーションが速くなるんですよね。まずリコール時間が半分になりますね。それはかなり大きいと思いますね。あと何でしたっけ、ヘルスの回復量も上がるんでしたっけ、泉の。そうでした、そこは確認していませんでしたね。あと移動速度も上がりますね、リコール後の。確かミニオンの移動速度は上がる。あれちょっと、ね、リコール後に自分の移動速度が上がるんですよ。それ僕確認してませんでしたね。 50% 回復状態かな。なるほど。はい、なんで若干なんていうんですかね、マップに戻るのが早くなる、はい、ということ。早くなる。結構知ってる方と知らない方が。僕はちょっとそこ気がついてませんでしたね。いるというね。さてこのまま14のスプリットプッシュ、ミッドのセカンド、あインヒビターまで割れていることを考えると HR としてはちょっとなすすべもないような感じがしますね。トップに魔王化が行ってしまうと、いやもちろんもうシバーナ入ってますよ、裏に。裏から飛んできますか。飛びそうです。あこれに気づいて HR を下がりますが、さあ仕掛けましたね。さあダイアナがここで狙われて、ダイアナさん満開は壁としては機能はしているか。ザックが全く機能できない。そして前に出るのはシバーのタワーズとマルです。ここでスジャニのウルット。さあフラッシュを選択してましたがグレイブスはダウン。3キルゲットしていくのは ITZ。 そのままネクサスタワーを1本2本と割っていきます。ノーチラスはダウンしてますが関係ないですね。もう関係ないですね。あっと魔法界がノックアップによってルブラン倒しましたが、まあ、2戦目も勝利したのは ITZ となりました。いやー強いですね。まあ前評判通りという感じもしますが、グループステージのところで一つ ITZ かなり苦しんだ感がありました。そして HR は勢いに乗ってたんですが、あートーナメント準決勝に入ると転しましたね。勢いは完全に ITZ のもの。次の試合 HR 非常に苦しい立場に立たされましたね、はい、さあこれでリーチをかけましたからね。次のゲーム非常に楽しみですね。本日はビオ5ですからね。あと1戦どうなるのかというところですけれども、それでは、次のゲームの試合の準備がですね整うまでしばらく、失礼させていただきます。